どうも皆さんこんにちは、エビちゃんです。米村善次郎です。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はですね、はい、アンモニア第3弾やっていきたいと思います。アンモニアの液体を見てみようっていう実験をやってみたいと思います。まあ3体変化なんで、はい、固体までそうですね。でちょうど今液体窒素があるのでマイナス196度の液体窒素で気体のアンモニアですね、まあ、冷やすと、まあ、1気圧、まあ、今の状態ですね、はい、マイナス33度より冷たくなると液体になる。割と高い温度って言うべきかな。まあそうですよね。高々かマイナス33度でアンモニアのガスは液体のアンモニアになりますよと。でも皆さん誤解してるのは、うん、アンモニアって液体じゃないってことは、これはアンモニア水だからね。気体のアンモニアが水に溶けている約 28% のアンモニア水なんですね。だからアンモニアが液体になったわけではありません。でそこでアンモニア水を加熱して、はい、ここからまあそうです、ね、アンモニアのガスが出ます。ガスが出ますね。気体が出ます、はい、それをこちらの試験管に入れます。このままだったらアンモニアは気体なので周りに散ってしまうんですけど、めっちゃ臭いですね、うん、アンモニアの呼吸になっちゃいます。全集中しないです。臭くてやってらんないんですよ。こちらがあれかな、塩酸ですね。塩酸か、はい、出てるか、はい、今加熱してない状態です。出てるかな。ちょっとこの白い煙が塩化アンモニウムですけど、さすがにほとんどここで止まってるわ。そうですね。じゃあ加熱してみましょう。火力はそれほどいらないので今ろうそくで、それでも試験管のところを判定に行くと僕いると思います。ちょっと簡単に、これ前回の復習です。見てない人は前回の動画ぜひ見てください。白く出てるのが塩化アンモニアですね。アンモニアと塩酸が反応して塩化アンモニアが出てきて、この白い煙出てるってことはアンモニアが出てるよっていう証拠です。アンモニア軽いのでね、はい、では、はい、そのアンモニアの気体ガスを試験管の方にこう食べましょう。食べます。食べつつ液体窒素につけておけば、マイナス196度だから、はい、完全に固体になっちゃいますね。約マイナス78度でアンモニアは固体になります。アンモニア水の方がプクプク出てきています。あれは沸騰してるんじゃなくて水に溶けてたアンモニアが追い出されてる。そうですね。この白いのが、アンモニアが固体になっている。固体のアンモニア初めてかもしれないですね。まだでやんなのね。少しずつたま白くなってんじゃん。ほら、うん、これがアンモニア。めちゃくちゃ大量ですね。いや、中が詰まってないよね。あ、スカスカな。これサクサクやってる。うん。ここだからほら出てこない。そうですね。なるほど。管をちょっと抜くと試験管されておいて、ここからはドワー。すごいでしょ。ここからはすごいでしょ。ここでね、これはアンモニアが結露してるんですよね。そうそうそう、純度 100% なんですよ。では火を回すだけで、はいはい、アンモニアと水は、まあ、どちらも極性分子で混ざりやすいそうですよね。だからアンモニアはこの常温、まあ、20度ないかもしれないな、換気をしてるから、はい、でも常温では気体なんですね。だけど水ととってもつながりやすいので改良に水に溶ける。だからただ加熱するとアンモニアが追い出されて気体となって出てきて、それを今、液体窒素で固体にしてしまってますね。この真っ白になってるのが振動じゃない、ああ液体になってるよ。あ、ここは液体になってる。お、本当だ。ほら、おお液体、おお液体窒素冷やしちゃうときっと固体にならないんですけど、早いね、液体になるのね。そうです、すぐ固まっちゃうんですね。うん、匂う、匂いますね、染みますね。匂わないと。わすごい、液体窒素はアンモニアの呼吸封じです。気化しないからね。封じますね。今はきっと固体になってると思うんですよ。あ、でも液体だ。おぉ、くせぇ今来た。今来た。突然来ました。ああ。気化空気まで入ってますね。そうですね。空気入ってるかも。液体窒素につけてしまうと空気まで気化してしまうので、そうですね、なんかアンモニアが固体になったかどうか分かりにくかったので、今度はあのそう冷気の中で、はい、ちょっとだけ冷やしてあげて、はい、やっぱ予想外になるね。そうです、玄関に溜まってるのがアンモニアの液体かと思ったら液化空気だったね。だから実験はやってみないと分からない。そこが面白い。そろそろですごい出てきたな。ちょっと管を出してみてください。はい、おー、うわー、出てるんですね。
ごい来てたから、はい、上の方にやっといても、もうその全体を見せてくれる、はい、ほら、あ、ここにだんだん、うん、超える、なんかありますね。あ、これだから固体になってマイナス77度で固体ですもんね、うん、気体につけ、気体窒素につけず、うんうん、液体窒素のこの充満している電気の中ぐらいであれば、はい、ここだと空気が気化しないかな。でもおそらくアンモニアを固体にするぐらいの温度にはなってる、はい、これ液体が溜まってきてる、液体が溜まりましたね。でもしかしてアンモニアの液体なんだよ、液体ですかね。ほんとだ、これはアンモニアの液体、これはアンモニアですね。ただまだマイナス77度だけ、7度ですね、に なってないんだ、冷気中だから。マイナス33と77の間ってことですか。間ってことで、液体をさせて取りますかね。はい、これがアンモニアの液体か。純粋なね、これだから取り扱い注意してね、うん、今日ですアンモニア水じゃないから100% アンモニアだから、ね、昔は僕おしっこがアンモニアだと思ってたから、これが出たらやばいですね。液体増えたかな、あ、増えてる。あ、うん、さっきより増えてる。これがアンモニアの液体です。液体、アンモ、アンモニウム、アンモニア。これを液体窒素につけると、おそらくだからアンモニアの固体になる。つけます。今度は、あの試験管の中蒸発した、アンモニアの気体で充満されていて、空気があんまり入ってないので、はい、液化空気がなくなるから、全部白いかな、はい、なんか、白くなってますね。出しますか、はい。ほら、今度は、今度のほら、液体っぽくない。ほら、あ、これは固体じゃないですか。でこれは、だんだん温めていくと、おそらく、だんだん液体に。結構引いちゃいましたね。ちょっとだけ液体になってきて、なってますね。少し液体に、うん、あー、なってます。ほら、これで、アンモニアの酸体、固体、液体、まあガスは見えないけどね、うん、でもアンモニアで充満しながら見ましたよ。これそうですね、今、うん、3つが共存してますよ、うん、今は温度変化によって温度を下げることによって液体、固体ってしたんだけど、圧力変化によっても常温20度でも圧力を高くすれば気体から液体になる。この8.6気圧以上になれば液体になる。8.6気圧ってペットボトルの中の炭酸飲料みたいな感じ、こんな高い圧力じゃないから、そうですね、まあ、割とできるだろうと思うので、ちょっと用意してもらいました。それでやってみましょう。あれですね、はい、じゃあ持ってきます。よいしょ、ちょっと勢いよく戻ってきちゃいました。はい、これ持ってきました。オーリングがついていて、はい、細いガラス管、片方は閉じられています。パッキハカ、そうです、以前僕が紹介しましたね、パッキハカ。あの、見てない人はぜひ見てください。それと毛が細いので高い圧力に耐えられるし、ね、ガラス管の中よく見えるので、ここにアンモニアを入れて発色することによって液体、膨張させることによって気体で見てみることにしましょう。今日は試験管の場合の同じように、はい、アンモニアを、それを液体にして、はい、はい、なんか白い部分が増えましたね。かけてみますか。うん、じゃあ、どう、うん、これはすぐに、もうそれくらいでいいかもね。今日は液体窒素の一旦、うん、はい、はい、倒します。よし、まあ固体になってるね。固体にもうちょっと温まれば、はい、絶対に、ほら、ここ行きたい。本当だ、ちょっと温めて、はい、水で、お、どうしてるんですか。はい、どうしてます、上がってく、上がってく、そうですよね。換気扇のところで少し逃がすか、すげー、下を取って、おー、だいぶ熱くなった、
なりました、なくなっちゃいました、ね、あらやば、これもどうなんだろう、圧縮して、圧縮、あらららら、圧縮で圧縮して見える、ほとんど液体がない、はい、では圧縮すると、はい、アンモニアで満たされてる、液体で、うん、アンモニアガスで、ガスで、はい、じゃあピストンをして圧縮します、せーの、ギュッ、ほら、液体が少ないんだけどね、かなり逃げちゃって、持ち上げた方がいいかもしれない、あー確かに確かに、ほら、はい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 、はい、ここにいる、で膨張させると、おお、今度はどうした、でこの状態で膨張させると、おお、膨張させています、で一気に圧縮させると、でそこの方がおそらく高くなってるんじゃないかな、抜けると、ほら、うん、この状態で膨張させると、ほら消えました、うん、この状態で圧縮しちゃいましょう、そんなこと、うん、で気化したので温度が高くなりました、はい、で蒸発させると気化熱で膨張させると、ほら、温度が下がりました。これが今も使われている冷凍機のアンモニアが冷媒として使われていて、初期には特にね、で、気化した圧力をかけるとアンモニアが気化するので、で温度を十分冷ましてから、室温に戻してから、それから蒸発させると、圧力を下げて蒸発させると温度が下がる。で、また圧力をかけて気化させて、で熱くなるから冷まして、また今度、気化させると温度が下がる。その原理によって、冷媒として、まあ、冷やす。うん、まあ、冷蔵庫でね、冷凍機が作られたっていうのは、アンモニアを使って、特にアンモニアは気化熱が大きいということなので、はい、あと圧力変化によって簡単に気化したり気化するので、うん、冷凍機の冷媒として優れていたということは、うん、その後フロンガスにこれが取って代わられて、でもフロンガスはオゾン層破壊ということでね、オゾンホールで話題になりましたよね、うん、それでなんかアンモニアもまだ使われているということらしいですけどね、ということでこれが冷凍機の原理です。今回はアンモニアの三体変化、固体、液体、まあ、気体見えないけど圧力変化によって液体、気体になって温度が変わることをサーモカメラで確認しました。あ、分かりやすいですよね、やっぱ可視化できると、うん、目で見ることで、はい、皆さんの理解のね、助けになればいいと思います。いやなかなかできない、できないですね、アンモニアの液体とか固体って初めて見ました。なかなかやらないしね、はい、ということでいい経験でした、皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか、ありがとうございました、バイバーイ。